ルカトーニは、イタリアエメリアロマーニア州、パブロネル・フリニアの出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。元イタリア代表。セリエ A で2度、ブンデスリーガで1度得点王を獲得した、大型ストライカー。2014から15シーズンの38歳での、得点王は、セリエ A 最年長記録。またイタリア代表では2006フィーファワールドカップに、レギュラーとして出場し、 優勝に貢献した。フィオレンティーナ時代の当に1994年にモデナ FC でプロキャリアをスタートさせ複数のクラブを渡り歩いた。2003から04シーズンに当時セリエ B のパレルモに移籍すると才能が開花45試合で30得点を上げセリエ A 昇格に導く。翌年も二十得点を上げ同クラブの残留に貢献している年に フィオレンティーナに移籍してからは、エースストライカーとして、クラブの躍進の原動力となる。同時に、アルベルト・ジェラルディーノと並んで、イタリア代表の看板選手となった。2005から06シーズンは31得点で、セリエ A の得点王を獲得。30得点以上での得点王を獲得は、セリエ A では47年振りのことである。2005から06シーズンの活躍により、 ヨーロッパ各国のクラブからオファーがあったが、東に自身は、ヤオチョウ問題もあってかクラブのセリエー残留を目標にして、当分移籍する気はないと発言していた。バイエルン在籍時の東に2007から08シーズンからドイツ分でスリーガのバイエルンミュンヘンでプレーすることになった。移籍金は1100万ユーロ。 遺跡1年目からブンデスリーが得点王となる24得点を挙げる活躍を見せ、この年のバイエルンミューン編のリーグ優勝に貢献した。2009から10シーズン途中、ファンハール監督と関係をこじらせ、出場機会が減少していたため、エースローマにレンタル遺跡。遺跡後最初の公式戦となった1月6日のカリアリ戦でローマでのデビュー。二千九から十シーズン終了後、 バイエル・ミューンヘンとの契約を解除。ジェノア・ CFC へ移籍。2010から11シーズン途中、ジェノア・ CFC との契約を解除。ユベントスへ移籍。しかし、アントニオ・コンテの監督就任後構想外に。2012年1月、ワルテル・ゼンが率いるアルナスル移籍が決定。2012年8月、移籍期限間際で、フルス・フィオレンティーナに復帰。 9月16日のカターニャ戦では復帰後初ゴールも決めた。2013年7月、エラスベローナへの移籍が決定。2014から2015シーズンは22得点を上げ、得点数タイのマウロイカルディと共にセリエ A 得点王となった。38歳での得点王はセリエ A 最年長記録。しかし前年得点王として迎えた2015から2016。 シーズンは2015年9月20日に行われた第4節の対アタランタ b c 戦で左膝じ帯を損傷し2ヶ月以上の負傷離脱を強いられることになった。この重傷も影響して2016年5月4日現役引退を表明した。イタリア代表としては2004年8月18日のアイスランド戦で代表デビュー。2006年の FIFA ワールドカップ。 ドイツ大会のメンバーに選出され、エースナンバーとされる背番号9を背負った。6試合に先発出場し、準々決勝、ウクライナ戦で2ゴールを決めるなど、イタリアの優勝に貢献した。ユーロ2008でも、エースとして全試合に先発出場したが、幾度となくチャンスを一瞬得点に終わった。不振のイタリアの象徴となった。現役引退後は、 最終所属先であったエラスベローナの役員に就任している 2006FIFA ワールドカップ決勝での党にありがとうございます。